やー、このシスタークエストどうなのかな。個人的に打ってる感じだと、もうちょっと高額移行とかがあってもいいのかなと思うんですけど。清算しました。ダメ。はい、1代目シスタークエスト、まあおそらく多分失敗したなと。バラエティの1台島でやったんですけど、まあ周りの状況を見てる感じにかなり失敗したかなということで、個人的にはちょっとセイントセイヤが怪しいかなということで、ちょっと開くまで待ちます。なのでこのままだとまだ終わりないので、ちょっと開くまで待ちますのでお願いします。ダメだ。はい、ということで2代目シスタークエストの通りあるスカイラブでございます。まあ、朝からですね、そこそこ挙動が良かったというのが打つ理由なんですけども、ハンパをですね、隣の方は知らせなかった多分ね、あんまり、まあ、打たれたことがないという感じなので、その割にはボーナスもまだ900回して6回で ART、まあ、一応今のところボーナス合算150分の1で ART も、まあ、3回かな引いてるんで、諦めの中ではというか、もう諦めがほとんどないので、まあ、これで勝負したいなと思います。一応僕は多分セイントセイヤがもうかなり今の時点では濃厚なのかなと思っております。もう11時なんでセイントセイヤの諦めないかなと思ってちょっと待ってたんですけど、ちょっとまだ開かないような状況なので、こちらの方打ちたいなと思います。今の段階では当たり島はクレアの秘宝殿と、あとはセイントセイヤ、あとガレーゼロですか。ガレーゼロっていうのかな、あれガレーだと思います。で、今まであったジャグラーはちょっと今日は違うのかなと。僕が来た時はマイジャグラーが2回連続当たり島だったんですけど、今日はなんか違うような感じがするんで、だからその分セイントセイヤに入っててもおかしくないかなと。赤文字追加で入んねえかな。お、ちょっとあダメだこれは。でもスカイラッシュあるかもしれないですね。お、いいね、チャンスアップ。ダメだ。あ、いた。やった。チャンス。チャンス目。さあ、こい。よし、アメリアなら期待できますよ。右、あーダメだ、ほんと。チャンスリプレイ。お、来た。これは熱いですよ。防水が、ま、これ何？これさっきのなんだっけ、チャンスリプレイ入って、これ滑りベルなんかあったっけな。でもこれはもう熱いです。とりあえず演出見ます。あ、
来た、よかったよかった。あ、俺は多分さっきのあのチャンスリプレイ、リプレイプベルで入りましたね。よしよしよし、甘すぎるよ。さあ458ゲームビッグボーナスです。ビッグボーナス、いやー危なかった。まあリプリプベルのチャンスリプレイがですね、あ、これはカットインがつい、止め、はい、スカイライブはな、 A タイプでいてほしかったな。この2人だけですよ、初代からいるの。あとは全然知らない。チャンス目、ボーナスの可能性ありますね。あ、とりあえず演出見ます。あ、入った。これは絶対これ偉いもん。あ、右行った。レギュラーですね。あ、ボーナス確定。さっきだって終わらなかったじゃん。53ゲームチャンス目から赤ビッグでございます。ビッグボーナス、好調好調。もうぜひバーゾレさせて ART に言いたいですね。もうそんないらんわ。もう ART か ART じゃないかの方がいいですよ、はっきりしてて。チャンス、おー、チェリこれは今日チェリーからいただきましたね。アメリア止めてほしい、アーサスにフリータ、これは多分今日チェリーからボーナスだと思います。前方に出て負けですかね。33ゲームレギュラーですね。あの強チェリーからいただきました。結構ボーナスがかなり上がりますね。まだ1236でボーナス9回 ART3 回で合算が100分の3なんでめちゃめちゃいいですね。もしかしたら、もしかしたら、頼む頼む、これとりあえずスカイチャンスはくれ。銀だよ銀。あー、ダメかな。あー、お腹からチェックだ。これを、そ、次、これを、そ、次、これを、そ、ダメでした。やった。
3弦目味方ってことは演出書き換え、あ、入りました。もしかしたら今の、あのチャンス面に入ったのかもしれないですね。とりあえずやりました。146レギュラーチャンス目かその前の追加だと思います。これ僕思ったんですけど、ありそうですね。これ1382で昨日はもう全然ダメなんですよ。もう明らかにこれ、まあ打ち替えじゃないけど上げたでしょう。内容である程度変更が見られれば粘ってもいいのかなと思います。はい、行きます。さあ3回目のスカイチャンス、もうここはぜひともものにしたい。よし、これは来ただろう。しかも外れ目、いや、あんだけね派手だったらね、まあ、入ってくれなきゃ困りますよ。よし、赤まで行けば、よっしゃ、さっきので入ったんじゃないの。ガルダ以外、よっしゃ、スカイラッシュ、あら、ここか、やりました、やっと入りました。これラブハートのこれ何なの、友達。お、よし、ジャック・チェリー、カットイン、ジャック・チェリー、ほい、ダメか。はい、何のあれもなく普通に終わりました。いきます。くそ、お、マジかよ、ちょっと引くの遅いんじゃないか。くそ、さっき引いてこなかった。あ、でもアメリア、やったね。ちょっと遅かった。まあでもまあしょうがない、ゲーム数がちょっと出てないんですけど、60ゲームぐらいですね、ラッキー。でもボーナスの引きはかなり、まあでも楽しいがいいです。すいません、ここの人みんなタフだよね、本当に。だって昨日生放送の前にジャグラー半日ぐらい打ってたんですよね。
バルーカなんか当たんないよ。今は今日、チャンスリプレイ引いた次のゲームで今日チェリー引きました。これは一番熱い演出ですね。あら状況報告、問題ないぜ。状況報告、もちろん。よしよしよし、チャンスアップなし。さっきの、まあ、今日チェリーか、チャンスリプレイで行きました。 4回目ですかね。一応最低限は、あー熱いっす。よっしゃ、これはもらったよ。悪いけど、よーしゃー、もうチャンス、よし。242ゲームスカイラッシュですね。これは強水会賞、すげえ滑った。これはチャンス、大空特モード行くよこれ。あー頼むよマジで、マジでだよ。もう今のは、右行った、避けられた、逃がしません。見て、おお、気をつけ、もう当たってくんねえかな、ボーナス。さあチャンス、これで8点でしょう。演出が弱い、ダメだこれも。これはもう最後の50枚になってしまいました。もう USA に行くどころか東京にも帰れないぐらいの展開で、
いや何にも行けなかった今日。はい、というわけですいません、2代目286円回しまして、終了でございます。上限のですね1500枚をここで迎えてしまったため、残念ながら私あまりコイン1枚でございます。もうね非常にもうこことここしか移動しないからこのバラエティのこことここしか移動しなくても負けたという非常に不甲斐ない立場で申し訳ございません。ということで私は実戦もうここで上限に行ってしまったということで終了させていただきます。お疲れ様です。はい、ということで、お疲れ様でございます。さあ USA リターンズということでですね、結果はですねもう見ていただいた通り惨敗でございます。まあねシスタークエスト3に行ってですね SNK が好きだからっていう主がね言ったらシスタークエスト3ラブハートで、ラブハートじゃなくてあれですねスカイラブ4、スカイラブ4はですね、そこそこ強度は良かったんですけどもう上限を迎えてしまって、まあ簡単に言うとですね下手くそだと、ここに尽きるんじゃないかなと、思います。もうまだですね12時にもなって12時台ですね、12時半とかなってもうへっぽこですね、すいません。ということでですね私の実践これにて終了となります。ぜひですねまた、次回 USA リターンズリターンズに、ね、呼んでいただければ、またね今度はねやりますよ。1000枚ぐらい出しますから、なのでねよろしくお願いします。本日はねもう短い間ではございましたが一日ありがとうございました。今回のチャレンジャーは私わさびでございます。4ゲーム、もう USA いけるよこれ、今やめれば。